一方、瀬戸内海の離島、笠岡市の六島の小学校にも大谷選手のグローブが届きました。島は過疎高齢化が進み、去年11月時点で住民は45人、六島小学校の児童は三宅寛介くんただ一人です。始業式の最後に校長が三宅くんにグローブを渡しました。つけ心地はどう？すごくいいですね。キャッチボールの相手ができればと校長先生が試しにグローブをつけようとしますが、校長先生はどうですか？たまりません。1校につき3つ贈られる大谷選手のグローブ、全校生徒が1人でも3つです。六島小学校では三宅くんが先生たちと休み時間にキャッチボールをする際に使うほか、体育の授業でも使いたいということです。今児童は1人ですから、とりあえず寛介くんが独り占めできるということですか？そうですね、そういうことになりますが、始業式を終え、早速キャッチボールで大谷選手のグローブの感触を味わいます。使いやすくて、いつも使ってるグローブよりなんかいっぱい取れる気がします。大谷選手効果とかありそう？めちゃくちゃありそうですね。大谷選手のグローブで島の外の小学生ともキャッチボールがしたい、三宅くんの願いです。友達といっぱいなんか使っていきたいなした。小学校では大谷選手のグローブが三宅くんと島の住民との交流を育む宝物になってくれればと願っています。